この素晴らしい効果から免疫ビタミンと呼ばれている LPS リポポリサッカライド、今大注目の成分ご存知ですか？我々の体の中には自然免疫が備わっていて、外から来るウイルスや菌から体を守ったり、体の中の不要なものをデトックスしてくれる、そんな働きがあります。免疫システムを担っているのは血液の中の白血球。この白血球の中にも顆粒球、単球、リンパ球の3種類があります。その中で最も大事なものが、聞いたことありますか？マクロファージ。僕、マクロファージ。このマクロファージの働きがすごく重要で、もう毎日毎日がん細胞を食べてくれたり、外から来る菌やウイルスを食べてくれたり、体の中の死んだ細胞や老廃物をパクパク食べてくれるんです。で、今回まさにマクロファージが菌やウイルスを実際に食べてる映像が入手できましたので、ぜひご覧ください。こんな感じで小さな菌やウイルス、老廃物なんかを包み込むようにパクパクっと食べてくれるんです。今こうやって我々が元気でいられるのも、すべて日々マクロファージが活動してくれてるおかげなんですね。マクロファージは体の部位ごとにいろんな種類がいまして、体の中の内臓はもちろん、脳や足の方までありとあらゆる部分で活躍してくれております。ただこのマクロファージ、ストレスに非常に敏感で、ストレスがかかっている状態だと非常にパワーダウンしてしまうんです。ストレスって一括りに言っても、精神的なストレスだけじゃなくて、科学的なストレスだったり、物理的なストレスだったり、現代人の我々の体には日々たくさんのストレスがかかります。その中でもこのマクロファージをぐーんと活性化してくれるのが、この LPS リポポリサッカライドなんです。長い年月をかけて新しく発見された成分なんですけども、実は歴史を振り返ると、我々人間のずっとそばにいたんです。田舎の人や畑をやってる人に元気な方が多いのは、この LPS のおかげかもしれませんね。さらにこの LPS はマクロファージを活性化させて免疫力を高めるだけじゃなくて、たくさんの予防効果やいろんな症状の改善に役立つんです。がん予防、アルツハイマー予防、アレルギー予防、花粉症抑制、うつ病予防、感染症予防、高血圧予防、糖尿病予防、そしてなんと認知症予防にまでなるんです。また実際改善できることとしては、アトピーだったり、傷が早く治ったり、お薬の副作用の軽減にもなるんです。もう本当に一つの成分でたくさんの効果があるこの LPS、 これからますます注目される成分になっておりますので、ぜひ覚えておいてください。